イングランド2部コベントリー坂本達弘大怪我の可能性。コベントリーの MF 坂本達弘が23日ホームで行われたチャンピオンシップ第34節のプレストン戦で負傷交代を余儀なくされた。クラブ公式サイトによると、マーク・ロビンズ監督は試合後に、彼はすごく高いところから着地し背中と腰を打った、憶測で物を言いたくはないが、かなりひどい怪我のようだ、これほどひどいとは予想していなかった、彼は痛みを感じていて今は病院にいる、情報が入るのを待っているところだ、彼が無事であることを願っている、しばらく離脱することになるだろうが彼が無事であることを祈るばかりだと述べている。また地元紙コベントリーテレグラフは骨盤骨折の疑いと報じており、指揮官のはっきりしないのでわからない、骨盤や脊椎の怪我ということなので彼が無事であることを祈るばかりだとのコメントも伝えた。神経に損傷がなければ良いのですが、神経は脊椎の骨の中の硬膜内に髄液があり、その髄液に守られて神経が脳から通っています。損傷を受けると下半身に麻痺が生じます。怖いところです。そんな重傷なんかしっかり治るとええな。せっかく得点取れてきてこれからステップアップコースに入りそうなのに残念です。言われているような受賞でないことを祈ります。絶好調で代表に呼ばれそうだったのについてないな。サッカーで脊髄の怪我はなかなか効かないね。恐ろしいわ。なんとか無事であることを祈ります。そろそろ代表に呼ばれそうかと期待してたのに。最悪や、代表の右サイドの救世主だったのに。本当に無事を祈るばかりです。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。